どうもこんにちは、ナミゲンです。今回は平行棒のディアミドフという技をしっかり解説していこうと思います。今回はディアミドフをやる上で大事なポイントが5つあるんですけど、まず1つ目が肩の位置をあまり変えない、で2つ目が下を速くしない、3つ目が軸手に全て乗っけに行く、4つ目が速くひねらない、で5つ目が速くひねるっていう、この5つなんですけど、ちょっと最後の4つ目と5つ目が、全く矛盾したことを言ってるんですけど、これは後ほどまた詳しく説明していきたいと思います。でこのディアミドフという技は、平行棒という種目の四字形っていうグループに分類されるんですけど、この四字形の全ての基礎となるのがまずスイングなんですね。スイングがちゃんとできてないとパッとスムーズにできないんですけど、今回はちょっと技を重視してポイントを説明していきたいと思います。では早速お話ししていきます。はい、ではまず今回の参考となる動画を見ていただこうと思います。ではご覧ください。はい、ディアミドフというのは、こんな感じなんですけど、ちょっと先に正直な話を言うと、あんまり良くないんですよね、今の動画は。良かったのは倒立にハマったぐらいで、いまいちなんですけど、今回はこういう技っていうことと、今の動画を参考にしてしっかりお話をさせていただこうと思います。ではまず一つ目の肩の位置をあまり変えないっていうことなんですけど、これは結構やってしまってる人多いと思うんですけど、この倒立からこう下ろしてスイングを振るときに、横から見たときに肩がこう前に最初動いたり後ろに倒れて終わってたりみたいな、こう前後に揺れてる人は結構多いと思うんですよね。今見ていただいた動画も、これはだいぶ肩動いちゃってるんであんまり良くないんですけど、ほとんど動かないっていうのはだいぶほぼ無理だと思うんで、あんまり変えない方が、その肩を中心としてこう動かなかったらちゃんと円が遠くなってしっかりと遠心力がもらえるんですよ。だからこう自然と力を入れなくてもスイングが振れるようになる一つのコツでもあるので、これはディアミドフに関してじゃなくても四字形全てに言えることだと思います。2つ目の下を速くしないっていうのは、前平行棒のお話をした時にもちょっと言ったんですけど、単純に下を速くしたら全ての動作が速くなってしまうので、この下を速くしない、足先を先に振らないっていう言い方もあるんですけど、これは結構大事なポイントになるんじゃないかなって思います。もう下を通す時は体はまっすぐで、ちょっと骨盤から振るイメージでギュッて、さっきお見せした動画はちょっとだけ速かったんですけど、もう体をまっすぐやるといいと思います。あとこの時にポイント1で言った、肩の位置をあまり変えないっていうこととちょっとつながるんですけど、絶対ちょっとは肩が前に出ちゃうので、この下を通る時に肩の位置を平行棒を握ってる腕から肩の位置がまっすぐなるように位置を戻すのが大事になってきますね。この肩が前のまま下を通してしまったら、そのまま後ろに乗っけれずに前に出ちゃうだけになっちゃうので、下を通すときは肩の位置をまっすぐにする、肩の位置を戻すっていうのが大事になってくると思います。でポイントの3つ目が、軸手に全て乗っけに行くっていうことなんですけど、これはどういうことかというと、基本完成形からしたらこう平行棒がこうあって、横からじゃなくて縦からこう見たイメージで言うと、軸の腕がちゃんとこっち側に乗っていたら大丈夫なんですよ。だけどやっぱり肩だけこう乗せに行こうと思っても、結構まだ乗ってなかったり反対側に押しちゃったりして、肩がしっかりバーに乗りに行かないんですよね。なので肩だけを乗っけに行くイメージだとちょっと僕的に弱いかなって思うので、もう僕は結構もう体全身をバーの方にこう乗っけに行くイメージでやってますね。そしたら絶対に反対側にこう外れないし、もっと言えばもう一つ上の難度のディアミドフ4分の1ひねりだったりにつながるので、やっぱり体全部を乗っけに行くイメージの方が僕はいいんじゃないかなって思います。でこの時さっきの肩の位置の続きなんですけど、横から見たらしっかり乗るために肩の位置は絶対後ろにあるんですよ。でそこは間違ってないんですけど、そのまま行っちゃうと肩の位置が手の位置より後ろだから、後ろに行きすぎて倒立が外れちゃうっていうことになっちゃうので、この時肩を倒したままにせずに乗っけに行く時に一緒に前に押し返すというか、
まあ、肩の位置だけで言えば倒れたとこからこう押して戻しに行くこうイメージですね。それでこう乗っけに行ければ体のバランスが取れてしっかり乗れると思いますね、軸の手に。でここからも結構重要なんですけど、ポイント4の早くひねらないっていうことはどういうことかというと、軸手に乗りながらなんかゆっくりこうひねってる感じになるのがあって、それだとせっかく乗せに行ったのにひねりに行ったらひねりに行く反動で軸手に乗らなかったりするんですよね。なのでこの時にちゃんとしっかり乗りに行くまではひねりに行くのを我慢するっていうのが大事になってくると思います。乗っけに行くのとひねりに行くのを一緒にしたらあまり良くないってことですね。ある程度まで我慢してでひねりに行くっていう方が乗った後にスムーズにひねれるので、早くひねらない我慢するっていうのが大事だと思います。でこの後に大事になってくるのがポイント5の早くひねるっていうことなんですけど、まあ、さっきと全く逆で、まあ、よく言えばメリハリをつける感じなんですけど、さっき早くひねらず我慢したとこからちゃんと乗った時に一気にひねる感じですね。しっかり乗ったら一瞬で潜りに行くイメージですね。なんか手から順にもうギュッて一気にコンパクトにひねる感じですね。このちゃんと乗った後にビュッてひねることができたら結構メリハリが見えていい実施に見えると思います。そうですね、こんな感じが僕の結構理想とするディアミドフのイメージになってます。この5つは結構ディアミドフ専門で大事にしてほしい僕の考え方ですね。今回僕の参考動画がちょっとあんまり良くない、まあちょっと申し訳なかったんですけど、僕もある程度分かってきて結構このイメージ通りに今動けてきてると思うので、本当にこのポイント5つはめっちゃ大事だと思います。でもう一度おさらいをすると、まず倒立から下ろす時に肩の位置をあまり変えずに下ろして、で足が下に来た時に足先から振らないように下を早くしない。でこの時に肩の位置を前からまっすぐに戻す。でしっかり振った後に、もう僕だったら左なんですけど、この軸手に全て全身乗っけに行く。でこの時早くひねらずにしっかり乗るのを我慢した上でちゃんと乗ったら早くひねるっていう、このイメージでだいぶいい実施ができるんじゃないかなと思います。はい、どうだったでしょうか。結構いっぱい回数を積んである程度分かってきたらなんとなくはできるんですけど、やっぱりこういうポイントをちゃんと押さえておかないと良い実施にはつながらないと思うので、しっかり意識してもらいたいなって僕は思いますね。で自分も毎回いい実施ができるようにしっかりとイメージしてこれから練習を積んでいきたいなって思っています。やっぱり平行棒は実施のいい減点の少ない演技をした人が勝つ種目なので、皆さんも平行棒はよりいい実施で演技できるように頑張っていきましょう。最後にもう一度先ほどのディアミドフの動画を見ていただいて終わりにしようと思います。ではどうぞ。今回も見ていただきありがとうございます。ではご視聴ありがとうございます。少しでも興味を持っていただけたらチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。インスタグラムとツイッターもやっているので下の説明欄からフォローをよろしくお願いします。コメントもたくさんお待ちしています。では。